トウネズミモチは木製カイボタの貴族の常緑鉱木、常緑鉱葉樹の高木。葉は楕円型で厚く光沢があり、ネズミモチよりも大きく、葉脈が透けて見える。花期は6から7月頃で枝先にネズミモチよりも大きな円錐形の花状を出して紅白色の花を多数咲かせる。果実は12月頃に四国色に熟す。トウネズミモチの場合、 葉裏を光に透かしてみると、葉脈の主脈も側脈も透けて見えるが、ネズミ餅の方は、主脈が見えるものの側脈は見えないので判別できる。また、果実は共に楕円形であるが、当ネズミ餅の方が、休憩に近く、ネズミ餅は、やや細長い。また、総じてネズミ餅の方が樹高が低い。中国中南部原産。日本では明治時代初期ト来した。 企化植物。大気汚染郊外に強いことから、都市部を中心に、公園緑化樹などに利用される。よく目にする、生垣の利用は、国産の禁煙種ネズミ餅がほとんどである。官名を、女亭と言い、果実を干したものは女貞子と称する木薬で、ネズミ餅同様に競争罪にする。近年、鳥による糞の被害も拡大し、問題視されている。 急速に日本各地に広がり出しているため、侵略的外来樹木としても注意が必要である。ありがとうございます。